ってて。どうぞ飲んで。そして明かりを船に乗せて御霊を隔離をにお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在、私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな、付け入られたのは私、これは全て私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。行くの？ああ世話になった。恩は必ず返す。気をつけて行ってらっしゃい、お兄さん。フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。レッサージ教無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ、先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。
アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。西の島国、鉄王国のことか。この前は褒めてくれたのに。褒めた？やあクライブ、待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから。今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。分かった分かった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義と行こう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりから、かの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。機関アインヘリアルを持ち出すと、大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、
一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールード王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所はそんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない気候地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。合格のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。何の用かな。知りたいことは、君を取り巻く人の輪をまとめた。いつでも相手になるぞ。このままではジョシュア様が。何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨーテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですがあの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様。希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺なら
エーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。